ホーニング加工機の超投流ダイヤモンド工具。エンジンシリンダーの仕上げ加工に用いられる。ホーニング加工機は、主に加工対象物の内径を精密に研磨する工作機械のことを指す。砥石のついた工具を使い、加工対象物の内径を研磨することを、ホーン加工という。自動車部品や各種機械部品など、幅広い分野で用いられている。砥石が取り付けられた。 円柱状の主軸が加工物の内径を押し付け、一定の面接触状態を保ちながら往復、回転運動し、内径を研磨する。シンプルな加工工程で量産部品に適し、研磨精度も高い。バリ取りにも使える。また、一回の往復動作で内径を研磨できる、ホーニング加工のことを特にワンパス加工という。加工面には細かな網状の筋ができる。 これは、木下げ加工と同様の効果を発揮し、修道部であれば、この網目が潤滑油を保持し、低摩擦を実現する。ディーゼルエンジンなどでは、燃費の向上や、環境負荷の低減に貢献するという理由で、同加工が注目されている。倉敷機械、日清製作所、エンギス、東洋、ナーゲルアオーバープレシジョン、竹沢製機、浜野鉄工、タミックス、丸吉マシナリー。 第日、三3年、池外、日刊工業新聞が、ホーニング加工機と関連機器特集を年1回掲載している。ありがとうございます。